なんていいんだよ、俺、ルーク。ちょっと一回話そう。ね。お母さんに掃除機でファミコンぶん殴られた。ちょっと重ねが古かっただけじゃ。やばい、襲いかかってくる、どんどん。ねえ。おぉ。見て。やっぱ DFM は、ジョンタケなんですよ。わかります？ジョンタケがちゃんと、これやってるわ。これジョンタケやっぱ俺評価上がっちゃうな、これ正直。チーム内でもこれ。これ差つけちゃうよ、俺。やっぱジョンタケで。ジョンタケやっぱ裏切ん、筋肉裏切んねえから。それに引き換え？他のチームメイトは？ナウ？ナウ分かってきたな、お前。ナウ分かってきたな。またちょっと2200台の、うん、ちょっとどうかなって感じ。ちょっと待って、強い剣について。強い剣について？やべえ、ちょっと、あれかもしんない。俺に2300がまだ早かったかもしんない。ちょっともうあれか？俺はもしかして、勝者だと思ってるのか、自分を。なあ。つまんなく行くよ。ちょっと待って、なんで？ちょっと待って、なんで勝負した？ねえ。待って、これ、ちょっと待って、これ、待って、これはえ、これバーンアウトする相手。相手バーンする？バーンアウトするんだな。待てよ。どうしよう。弾かな？さすがに弾か？さすがに弾か？さすがに弾でこれつまんなくいこう。どうせずさ来る。どうせず、一発っていい。ヤンキーは、道着使うんですよね。まあ、昔のゲーセンよくあるあるなんですけど、ヤンキー器用なんですよ。これね、太ってる人とヤンキーが器用だった。こう、てくい。で、リーマンが中央。これ多分これ仕事のストレスに発散だからね、リーマンの方がだいぶ変なキャラを使う。これねガチでありましたね。もういろんなゲーセンで。リーマンはあの部長に怒られた後にゲーセンで本田で続きするみたいな。多分これ俺の成長フェーズだな。これで俺がルークを超えれば2300だな。余計だよこれ、おかしいだろこれ。ただでさえ飛びついろによ。なんで対空したら死ぬのよ。え、これ今のやばかったのか。ボンとフーダが奪い合って特性すぎる。黒幕？模型？マジで超来る。なにこれ。マジ、なんていいんだよ、これ、ルーク。マジで。マジ、多種多様なルーク。ちょっと一回話そう。ね。一回話そう。一回、そう。一回、そう。遠くで、そう。そういう感じで、そういう感じでね。どう、ここどう？ちょっと待って、離そう。ちょっと待って。ちょっと待って。ここはダメだ。これ、ちょっと遠距離で離そう。ちなみに、日本ってか、まあ、その、モケさん、1位実質1位のモケさんは、ブランカの人、ポイントがないブランカの人と当たった時に、一回勝って、その後に、あ、ちょっと、ちょっと、みたいな感じで、時間ゼロまで、演技してました。まあ、いいんですけどね。いいんですけどね。このギャラ通常技振って、うのに、対空間に合うのが、最強に強いところ。このキャラなんか知んないけど、通常技振るのに、対空がなぜか間に合う。なぜ。これ飛んできたらリータルね。はい。このリーサルに気づける。ねえ、アムネジアをいっぱい買ったから、それの追路選択肢はファジーマイジャンプ。それに対してね、ちゃんと見てますよ、私は。あなたの行動原理、わかってます。ルゲーバーで一番声が大きい人、大きい人ってその、声量の問題です。声量。声量で言うと、確かに抜きさんでかいね。いや、黒人さんは、大きい声を出せるって感じだと思う。いや、黒人さんは別に声大きいっていう印象全くないね。声、大きい声を出してるって印象。抜きさんは、小さい声が出せない人。小泉さんはだからちゃんと声を出してる。バグっとる。バグっとるやんけど。あ
や、小さい愛なんてないだろう。聞いたことないわ。俺めちゃめちゃ組んでるから、俺、ぬきさんと昔。ばあちゃんの時。だからさ、なんかさ、その、ランクを上げるのにさ、まあよくね、スライム狩りっていう言葉を使われるんだけどね、あんまいい言葉ではないと思うんですけどね。俺完全に今やってるのが、あの、なんかキラーマシン狩りとかで、レベル上げてるんで。もうキラーマシン倒して、ポイント1しかもらえないから。だから、ポイントいっぱい持ってんの、ゾーマとかになるから、超だるいんですよ。そうね、たまにザキ食らって、16減るっていう。いやあ、本当に赤字になった。多分つなぎ打たれた。一生懸命食べてたのにセーブやり直し。やり直し。せっかくセーブ、なんでセーブしてなかったんだろう。お母さんに掃除機でファミコンぶん殴られた。ああ、いい、ルル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 だ。はい、知っとるで。おいちゃん知ってるで、それ。おいちゃん知ってるで、これ。なあ。ちょっと重ねが緩かっただけじゃん。ちょっと待って、ああ、ちょっと待って。お願いします。お願いします。ちょ、お願いします、マジで。やばーい、やめてよ。やばい、なんで今俺、ちょっと待って、なんで心の平穏を。やばい、襲いかかってくる、どんどん。ねえ。もしかして今俺、弱く見えてる？ポイント吸っちゃうぞー。ポイント吸っちゃうぞー、痛いぞー、俺に負けると。ポイント持ってないやつに負けると痛いよー。ポイントを吸っちゃうよー。いいのかな？悲しいでしょ？ねえ。なんでこの人ポイント持ってないのって。ん？確かに今、マインド今切り替えてる。ねえ、俺は、キラーマシンになった今俺は。やばい、セミモグラまで落ちる？あ、はい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 。この俺が何が2300目指すんだよ。本当おこがましいやつだな。本当に俺は、いや逆に言うと昨日の優勝を無にしてる、これはねでかいかもしんない。そのおごりがなくなってる俺の中で。まあ俺優勝したしちょっと勝たなくてもみんなの評価下がらないよねみたいな、そういうのがもうない、もう一切。ああ、なんで怒っちゃいかん。皆さん、それだけ忘れないでください。怒っちゃダメですよ。